大相撲春場所初日、10日、エディオンアリーナ大阪、左肩の故障がいえ、2場所ぶりに最重量の20歳、元幕内白王法は37歳で9度目の重量昇進の北パントギを上手投げで破り、初日を出した、元幕内北西方の暴力問題に揺れる宮城野部屋に所属、北西方の引退で部屋頭となったが、 自分がやることは変わらないと強調。師匠代行の玉垣親方、元小結友の花、と二人の師匠へ結果で恩返ししていく。